痛いよ、やめて。お前何回言えばわかんだよバーカ。焼きそばパンだろ。だって焼きそばパンがなくて。僕の名前は土井壮太。見ての通りいじめられる側の弱者だ。こいつはたけし。僕の小学校の時からの同級生なんだけど、何かにつけては僕をいじめている。そしてそれはだんだんエスカレートしてこんなざまだ。ちょっとやめなさいよ。なんだよキラ、またクラスのお荷物をかばいに来たのか。学級委員長らばっかりにソータの面倒を見ないといけなくてかわいそうだね。学級委員長は関係ないでしょ。いじめはやめてって言ってるのよ。この子は校庭キラさん、学級委員長、学年トップクラスの可愛い女の子だ。いじめてる人は最低だと思う。校庭さん、もういいよ。なんだよ、もう行こうぜ。大丈夫？校庭さん、ありがとう。ごめんよ。いつも思ってたんだけど、あんたも何か言ったら？言われっぱなしじゃなくて。え？情けないって言ってんの？あんたも男でしょ？情けないか。反撃しないのが正解だと思ってたけど、そっか、情けないのか。おい、そこのお前。あ、誰？君、これを使ってみないか。何ですかこれ。これは透明になれる薬だよ。透明？そんなこと本当にできるんですか？もちろんだ。効果は1時間だから、使い道は自分で決めたまえ。そうか、透明人間になればあいつらに仕返しが。そうじゃな、それもいいだろう。じゃあまた会おう。消えた。何なんだ一体。ああ、なんだかんだでもらっちゃったな。あの人何だったんだろう。この薬本物なのかな。もし本物だとしたら、これでたけしに仕返しできるんじゃないか。そうだ、それがいい。いつもの倍返しだ。でも待てよ、透明人間の醍醐味といえば。ちょっと最近サイズが合わなくてさ。ちょっとあんまり見ないでよ。やっぱ女の子へのいたずらか。明日は体育の授業もあるし、校庭さんの下着姿とかも見れるよね。でも薬の効果は1時間って言ってたな。どっちもするのは無理だし、悩む。どうしよう、どうしよう。僕はどっちを選択すればいいんだ。なんだけど、本当に透明になってるのかな。自分には見えてるけど。はあ、本当だ、透明になってる。よーし、これで僕は、これでも、くらえ！えって、誰で頭叩いたの？お前か。え？俺なわけないだろ。そこ、うるさいぞ。まだまだ。あ、いたた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 た。おい、いい加減にしろ。誰かが俺の耳を、あ、いたた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 。何を言ってるんだ、ふざけてるのか。これで最後だ。アメシ！え？いい加減にしろ。その後、たけしたちは3ヶ月校内掃除と草むしりになった。くそ、なんでこんなことに。その上、三者面談でたっぷり絞られたらしく。あんた、いい加減にしなさいよ。母ちゃん。それからというもの、ずいぶんと更生したみたいだ。怪我はないかい、ソータ君。大丈夫。あー、気持ちよかった。仕返しもいいもんだな。その様子だとちゃんと薬は効いたみたいだね。出た。なんだい、人幽霊みたいに。ところで薬の効果はどうだったかな。バッチリでした。仕返しできてよかったです。それはよかった。君はちゃんと
当初の目的を果たせたようだね。え？いや何、たまに当初の目的を忘れて薬を使う者がいるもんってね。そうなんですね。かなり迷ったとか口が裂けても言えない。ところでこれを見ている君、君なら仕返しと自分の欲望、どっちのためにこの薬を使うかね。誰に話しかけてるの？